妙義山は群馬県にある山です。上毛三山の一つで、白雲山や金堂山などを合わせた総称です。700万年前の噴火でできた火山で、その後の風化、侵食などにより現在のような尖った荒々しい山になったものと考えられ、その期間から日本三大奇勝の一つに数えられています。今回、妙義山の関東ふれあいの道、中間道を歩き、大宝岩、石門を見てきました。随所にスリル満点の鎖場があります。あの人が撮った最後のシャッター。ああ、風がないからいい。これじゃいけないよね。
ないかもしれない、うん、楽しんでるから。